どうも、こんばんは、ゆうです。栄冠ライン実況プレイやっていきましょう。今回、準決勝ですね。夏の県大会予選。頑張ってね、勝って、甲子園出場を目指したいかなと思います。はい、導入する。2800ポイントか。1000ポイントのやつないかな。ないのか。ローランしようか。さあ、いやーでも1回戦と前回の準々決勝で B ランクに勝ってるからね。頑張って勝っていきたいな。さあ、大谷でいきます。さあ、1人調子が悪い。まあ、ただこの子しかショートできんからね、仕方ない。行きましょう。四日市学園。いやいや、俺、見たことないですよ。今まで出会ったことがない、運命的な遭遇ですね。頼むぞ。みんな強いな。三重県強いわ。三重県強い。なんでこんなに三重県のこと思ってるのに俺は。さあ、大谷くん引っ張りです。行こう。うわ、コースアウトしてきよった。よっしゃ、よっしゃ、よかった。俺もね、この1回2回3回のこの自動失点せえへんかなっていうこの緊張感といつも戦ってるからね。使うか、引っ張り。うわ、マジっすか。お、やるやん、2点取ってるやん。もう使っていこう、どんどん究極の思考で盗塁決めてんな、これやるやん。みんな強いな。もう俺が操作するまでもないよね。うまい。よし、いってくれ。ちょっと切れんなよ、切れんな。よっしゃ。ポール直撃やで。これリプレイ出へんかな。ほんまリプレイとか見たいけどね、これ。やったぜ。これチャンスやね。ちゃんとこのハイタッチの音聞こえんねん。うわ、うーわ、うーわ、マジで。俺今年マジ甲子園いけるんじゃん。いやー、俺ドキドキっすわ。胸がドキドキ。取りました。これでスリーアウト。4回の。やめろ、いらんわすんなよ。よし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 。打たせません。守備にものすごく気合い入れる。ゲッツーシュート。いや、もう使っていこう、こういうの、どんどん。くっさいの。よし、いいよ、いいよ。オッケーオッケーオッケー。いいよ、それでいい、それでいい。それでいい、それでいい。あれでもプロ野球選手って今のゲッツーとかできるんやろ。そう思うとやっぱすごいよね、プロって。めっちゃ思うわ。よし、取れた。まあ俺もね、自分のことサッカー上手いなと思ってた時期もあったけど、やっぱね、上のチームと対戦するとね、あ、やっぱ上には上がおんねんな。で、さらに上に上がおんねんなとかめっちゃ思ったわ。うわぁ。魔物？魔物やん。まだちょっと使わんとこか、これ。もしなんかあった、うん、こういう時のためにね、もしここで点取られたりとかして追いつかれて、魔物とか使っていきたいですね。もしね。追い込まれたら僕が。魔物はそこで使っていく。もしくはチャンスで使う。ちょっと変えていこう。コース任せ。よし、ナイスボール。低め。うわ、今の入ってない。審判。草とこ。よし。6、4、さあ、よし、ゲッツー決まった。ゲッツー決まるとバリ気持ちいい。これヒットエンドランチャンスよね。ヒットエンドランチャンス行こう。いやー、もう行くよ。行くよ、行くよ。行こう。いやー、お前めちゃめちゃファールするやん。なんで前に飛ばせ。これゲッツー食らったね。違う意味のゲッツーだね。いや、あれさすがにもうゲッツー行くやろ。ゲッツーじゃあ、ヒットエンドラン行くっしょ。よし、オッケー。おい、よいよいよ。よっ。
543って言いたかったけどね。低め。うん。疲れてるかな。疲れてるっぽいな。スタミナエース100。よし、ナイスボール。ここ押さえたらチャンスやぞ。よーし。ホームラン打たれたら逆に怖いですよね。はい、ちょっと敬遠じゃない。一球外そうと思って。低め。よし。8回までが終了しまして、5対1。横須賀君って結局、魔物やったんかな。気になるな。ランナー今出てるけど。やつ、流し打ち。うまい。これ回れるんじゃん。このコース、コースちゃうわ。もうマリオカートやりすぎてコースって言ってもだ。この球場ひどいやろ。さあ。うまい。いったね。オッケーオッケー。いいよ。この2点追加でかいな。7-1やで、B ランクに。これ決勝とかって多分 A 来るんかな。やっぱり、うまい！やばない、ちょっと待って、うちのチームやばいって、ほんまに。これ、かっこよすぎや、大谷。大谷のなんか、バッティングフォームかっこいいね。ちょっと、ついカット入れずにやろう。あ、魔物を使っていこうか、もう。顔を覗かせそうな場面です。別に覗いてはないけど。いいバッティング。よし！オッケー！エラーする。よーし。いいね。お祭り男。これ送りバント一個か。よし。オッケー。これ狙い。これ狙い。うん、俺狙い通りこれ。強心臓。でも相手のピッチャーもなかなかこれ、早いけどね。2年生やろ、あれ。うまい！やばい！ほんまに強い。多分、四日市学園っていう高校はないよね。四日市中央高校やったらあるけどね。サッカーが強いね。これでツーアウト。あ、魔物やん。一応残しとこう。もしものために。もしも9点取られる可能性あるからね。俺でも、一回、8点ぐらい、巻き返されたことあったな。そこで一回僕、栄冠なんやめたんですよ。さあ、集中。流し打ち。まあでも一回いかんないやめたけどね。なんか、コメントとか、でいかんないやらないんですかってくれた時はもう嬉しかったですね。さあ、いつもの系統でいこう。疲れてへんのかな、ジムジム。さあ、内角。もう一回いこう。ナイスボール。で、外角。ここで低めかな。よし。いいよ。これでワンアウト。ランナーはありません。行こう。いいバッティングやな。これね、でもね、相手の戦力絶対強いと思うんやけどね。やっぱ強いね。いつもの僕なら多分負けてる。ぐらいの戦力ですね。行くべ。よし。サード前方のフライになりました。サード落下点に入りました。サードを掴みました。選手勝利目前。内角。あと1試合やん。いよいよ。大谷確か四球もとだな。フォアボール持ってるんでね。またあれ、OB で直したいですね。低め。
よし、オッケー、準決勝突破した。近づいたね、これ。いや、ありがとうございました。やっとよかった。このまま決勝行こう。うん。動画まだ10分ぐらいもんね。行こう。今日、そうそう、ならへんかな。ならへんか、まだ。やっぱ、甲子園出ないとならないか。よっしゃ、ノリノリナイス。マジノリノリナイス。決勝が来たよ、みんな。経験やね。ほんま経験やわ。さあ行こう。よし、テンション上がった。オッケー。相手は渡来高校。前回の夏の甲子園大会出場校です。マジか、やっぱそうなのね。ってことは A とかかな。やっぱ、ってことは三重県強いわ。三重県強い。いや、これで大丈夫。行きましょう。渡来高校か。どうやろう。いや、B とかっていいけどね、A とかでちょっときついね。うわ、めっちゃ観客おるやん。めっちゃ見てるやん、俺のこと。お願いします。行くぞ。お願いします。マジお願いします。マジお願いします。マジお願いします。A やんけ。A やん。お前ら強すぎやって。打率8割ね、そんで。誰？待って待って、魔物がおったら大丈夫。ちょっと見たいな、投手出た。誰ですか？あれ？あ、ちょっとびっくりした。え、誰？めっちゃやん。ここ何年生？ 3 年生か。あと3年生やん。あ、1年生おるやん。これまた当たりそうやな、大谷との試合で。うーわー、強っ。この子やばいね。この子、外野選手。センター守ってる？エラー持ってるからね。チャンスやろ。この子打率8割やったね。あ、この子が打率8割。松野2人おるやん。でも、プロとかをいなさそう。行こう。行きます。いや、これ多分戦力関係ない。このチーム勝てる。さあ、どっちが点取るか。どっちが先制点取るかやで。相手やったな。相手やね。引っ張り。やばいよー。ここ決勝戦なれ。よし。よし。いや、ちょっとまだ捕まへん。まだ捕まっとこう。流し打ち。まだ1点差やからね。自力で点取ろう。早いな、相手。何キロ？うまい！うわぁ、惜しい！惜しい！さあ、終盤っすね。思考使うか。引っ張り。やばい！大谷が不調。大谷が超不調です。大ブレーキ。うわ、やば。やばいぞ。終盤まで来てもた。何もテントで、何もできずに終盤まで来てもた。たぶん、盗塁線取って。俺1点取るの必死やから、こう抑えるの必死やから。よし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 。いつも通り、いつも通り、集中して、ここ集中。低め！外角。よしよしよし。オッケー！なんか今8回裏。裏か相手。相手裏攻撃か。結構、次で2点取らんのやばいな。スタート。オッケーオッケーオッケー。内角。低め行く。低め行こう。よしよし、いけるいけるいける。ファースト。よし、押された、このピンチ。待って、これ、魔物使えへん。打順が微妙すぎて。この子、6番まで回さなか。やるしかないね。やるしかない。行こう。
必死やぞ。ほんまあと1点やから。走れ、めっちゃ走れ。くそ、やばい。やばい、ほんまに。ちょっと、ほんまに今年で。ほんま今年、今年しかないね、俺。ふぅ。流し打ちや。ハーボールとかせ、もうずっ。よし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 。岩堀まで回したい。あー、微妙だけどね。引っ張りや。ゲッツーだけやめよう。ゲッツー三振だけやめよう。あー、やばい。これやばい。うわー、これやばいっすね。いや、でも大谷が今までホームラン打ったりとかしてくれたからさ、信じよう。信じる。あと1点。あと1点なんだ。よっしゃ！よっしゃ！危ねえ。危なかったって、危ねえ。泣きそう。泣きそうだ、これは。これを、救世主すぎやろ。俺、前回も救世主言うたで。さあ、ここを抑えたら、優勝ですよ。ふぅ。七海さん、ここを抑えたら優勝ですよ。くそやとこ。ランナー出さんとってくれよ。ランナー出さんとってくれ。相手一応裏こ、よしやめろ。普通に普通に普通に、よし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 。あと、ツーアウト。相手打率1割。いける。ここまで辛かった俺は。ここまで辛いことがたくさんあった。夜寝られんことも何回もあった。負けすぎて、愛しくて。ただ、あと、ツーアウト取ったら、甲子園、出場、ここまで来た。違う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 、相手のあれみたいね。盗塁し、そろそろ B か、盗塁してきそうやな。牽制ないもんね、これ。おっしゃ、盛り上げよう。行こう。おっしゃ、ナイスナイス。これでかいね。これはでかい。超でかい。これ決められたって逆にやばかったね。おっしゃ、やったー、やっといけた甲子園。長かった、俺何年した、7年ぐらいした。ほんまに寝れんことも何回もあった。誰にも見せない涙があった。やったね。この効果一回も見たことないけどな。全然覚えられへん。やっと甲子園出れた。やった。いやー、すっげー嬉しいわ。まあ、ゲーム実況者さんでね、まあ、いかないんで甲子園出れるまで終われませんとかね、やってる方いらっしゃると思うんですけど、俺絶対そういうのできへん。出れへん。やったね、この大谷に救われたね、この9回ツーラン。奇跡が起きた。やりました、監督。三重県の頂点に立ったです。立ったんですよ。ほんまやで、俺も立ったよ、もう。めっちゃ立ったよ。なんで笛持ってんのてか。やめてや、もう、ちょっと。感動です。今まで頑張ってきてよかったです。やったね。甲子園大会出場決定。これは大谷様様やね。大谷様様やし、まあ、ピンチ操作で失点せんかったね。このジムジム君にも感謝。そして守備にも感謝。強豪校ならへんのかな。はい、ということで。いや、ここまで見てくれた方、本当ありがとうございます。はい。正直ね、皆さんのおかげです。はい、皆さんが見てくれんかったら僕も動画投稿してないからね。本当ありがとうございます。いやー、よかったわー。
まあ、能力はね、正直あんま良くないんですよ、うちのチーム。うん。まあ、守備型っていう感じですね。なんですけど、やっぱこういう内気の性格、3年生2人いるんで、まあ、魔物が、ね、今運よくついてきてくれてるんですけど、いや、甲子園大会でも使うよ、魔物は。はい、ということで、本当にありがとうございます。はい、次回ね、甲子園大会やっていきたいかなと思いますので、ぜひご視聴の方よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。